どうも皆さん、どうもお疲れ様です。今日は、令和元年の、9月2日でした。今日は朝から、日の出とともにまた、桃の収穫行ってきたんですけど、最近ね、涼しくなってきてね、いろんなね、細菌とかが発生して、ほんで僕はね、桃の、栽培今集中してるところなんだけど、腐ってくるものとかもね、ちょっと出てきちゃって心配だけど、ちゃんとね収穫してるんですけどね、母親とも戦ったり、うちの母親はね、かつてのヒトラーみたいなね、存在なんですけど、とても危険な、思考を持っている人だと僕は思っています。男の人たちがね、大勢死んじゃうんですよ。法律ではね許されてるんだけど、法律、まあそんなことはまあいいけど、で桃もね